私はもう初めからプロなんですよ、それが非常に幸運というか、一番最初はじゃあ、どこを一番最初はね、昭和21年の正月から新聞連載を、子供の新聞に連載を始めまして、これが最初なんです、それがやってるうちに、評判おかげさまで取りましてね、あちこち4つぐらい新聞社が来て、それで掛け持ちで書いたりしてたんです。ですから当初のね 苦しさって知らないですよ私<ー>本当にもう、これはもう終戦の、まあ、本当に役となんていうんですかね、こ当然、あの医学部の教授なんかがそれをご覧になって、あれ、漫画もやるのってな,ことになるわけですかえつまりねあの、いや、怒られたんですよ、ものすごくね、<う>つまりあの私があの忙しくなってしまって、その半分、その例えば宿直の日なんかね、宿直室閉じこもって漫画を書かなきゃならない羽目になるわけです。 そうするとあの黒なんか塗りつぶすのに、ね、看護婦使うんですよ <laughs> で。外から見られると困るもんですからね、部屋のところに中から鍵閉めましてね、看護婦とせっせいことこの徹夜でやるんですね、はい、そ手塚がその徹夜でね、はい、なんかあの看護婦、中に閉じ込めて鍵しか掛けて、何やっとるんだって <laughs> <laughs>、すごく怒られましてね、<laughs> ええところが、まあ、あのその教授がです、ね、たまたか、なんかあの厚労省かなんか取られたときに、はい、私が似顔を描いたんです、はい、すごく褒められましてね。 もう前はしょうがないから漫画描けって言われて<ー>、日 <laughs> 本だってでやれたんです <laughs> あ。あそうですか。<laughs> で、鉄腕アトムを発表されたのは何年どこですか？一番これはね、えー、鉄腕アトムの前にあのアトム大使というなんかあのプロローグみたいなものを書いたのはあの26年の4月からなんです。あそうですか。えー、あのこれが最初ですね。ああ<ー>、えー、これがあの、うん、少年という雑誌に書きましてね。 そのはれがあの鉄人じゃあまりにかついっていうんで鉄腕アトムにしたんですがねでその時は脇役だったんですよところが、あのー、ああ主役がどうもパッとしないんであともう主役にしろと言われてああ翌年から鉄腕アトムというタイトルに変えて。